な大変な時期に本当にもありがとうございます。ありがとうございます本当にね。ここ喋ってると暇する可能性もあるんで、うん、僕も喋んないですそんなん無理や。あ、ダメですか。漫才喋るもんです。あ、大丈夫ですね。しっかりします。お願いします。プライバシーって、うん、絶対守るべきですよね。急にどうした。こういう場所やけん正直言ってほしいんやけど、はいはい、裏で、うん、やばいことやっとるよな。やってねえよ。なんで俺疑う。俺が知っとるってことはさ、絶対心当たりあるやんか。いや別にない。強いて言えばで言ってもらっていい。強いて言えば、うん、強いて言えばで言うのもおかしいけど、うん、まあ、強いて言うなら昔家の電気代を滞納してる。あ、違う、まあ、それは別にいいんですよ。よくはね、まあ、まあ心配僕は悪いんですけど、ね、これバイトの話なんですよ。バイトの話、うん、あ、まあバイトで言うと昔ハンバーグ屋のバイトやってて、うん、ハンバーグめちゃくちゃ焦がしちゃって1万円分ぐらいのロス出しちゃった。あ、違います。だからそれも別にいいんですよ。よくねえ。1万円分のロスやね。隠すやと俺から言うよ。じゃあ言うって何よ。男やのにさ、ヤクルトレディのバイト勝利よな。してねえわヤクルトレディ。そう、あのバイトってさ、男子禁制のバイトやけんな。してねえ。ヤクルト、まあそれはヤクルトレディって言うぐらいで、ね、そう、何でか分かっとるかお前。理由は分からん。あれ、女性がまあ便秘で悩まれとって、うん、こう周りに相談して解決するのが恥ずかしいけん、うん、ヤクルトを使ってもこっそり直しますよと、はいはい、で女性のことやけん女性だけの秘密しますよってことや、うん、女性限定なんやって。あ、そうなんや。そうにしてもさ、もうやたらヤクルトレディに詳しい。どんな理由あったんか知らんけどさ、男子禁制のバイトには手出すなよな。手出してないから。いや、そもそも俺ヤクルトレディって言うぐらいだから男が受かるわけねえよ。こっちお前が働きの証拠あるけんな。証拠もクソもねえわそんな。お前がさ、ヤクルト配達しょるときに俺写真持っとるけんな。何やその写真。いや、そんな写真あったとして、そう、俺じゃなくて俺に似た人の写真ちゃうか。この先恥ずかしいけど正直言うわ。じゃあ俺22歳男性なんやけど、お前ヤクルト契約しとんやって。お前ヤクルト契約しとんやって。俺も便秘悩んどるけん毎日ヤクルト飲むやん。いやいや、お前こそ裏で何してる。俺同じ地区住んどるやんか。まあそうやな。ヤクルトの配達でさ、うん、まあ、俺んち一回来とるけんな。来てねえわ。いや、来てたとしたらおーみたいなあるやん。おーみたいな言わなかったのでも僕にバレないするために言ってないんですよ。そういうわけじゃなくて全然知らん人やから言ってないだけだろそれ。さっき言った写真なんですけど、僕の家のインターホンに映るこいつがね、ヤクルト置いてる時の写真なんですよ。何やその写真。本当確認してもらっていいですか。本当に確認してもらっていいですかじゃなくて、それ俺ちゃうから。は、俺じゃなくて俺に似たヤクルトレディのおばちゃんちゃうから。お前みたいなおばちゃんってさ、この世に存在せんけんな。めちゃめちゃおるわ俺の親戚みんなそうじゃん。変な言い訳せんでええけんほんまに。言い訳ちゃうから。お前のことやけんさ、正直言ってほしいんやけどさ、まあ、エロい目的で働きよるやな。そういうわけちゃうから。なんか女性の知ったらいかん部分を知って興奮するみたいなことやんか。そういうわけじゃなくて俺ヤクルトレディのバイトやってないから。分かってくれんけんさ、でも女子代表として言うよ。じゃあお前が女子代表すんの。ヤクルトがな、毎日必要な人いっぱいおるけんな。おらんから。女子代表すな、お前がふざけんな。ほんま迷惑やけんさ、ここでもう宣言してもらっていい。宣言。そう、僕はヤクルトレディのバイトをやめます、ここで言い切ってもらっていい。意味わからんから。なんでヤクルトレディのバイトやってないの。やめますって言われて反省でも込めてさ、なんかもう性欲の思うままにこういうことしてしまいましたよ。ちゃんと言ってないことで。ふざけんなよ。なんでおばちゃんと間違えられたんやけん。そんなこと言わないと。言わんだとも今日で解散にもあれだ。私ほんとにあれ。あー、じゃあ分かった分かった。もうこれな、 YouTube で親とかも見てるけども、言うわ。もう言ったら割と収まるよほんまにな。分かりました。この度はええー、みたいな変な漫才がいらんけんお前も。いやでもリアリティ出んのよええー、とか言ったらこの度は性欲の思うがままにヤクルトレディのバイトをしてしまい本当に申し訳ありませんでした。今後はヤクルトレディのバイトをやめます。まだやるやつの言い方やなそれ。やらんわ。いや、そもそもやってないから気持ち入らんわ。迷惑やけんやめてくれって言ったやん。やり続けたさ、もうええ加減してくれお前な。お前暴力売ることでええやろ。暴力売るわ、まあ、ほんまめちゃくちゃやからな。お前がおったらさ、頼みにくい以前にさ、日本中めちゃくちゃなるけんな。日本中めちゃくちゃなる。そう、男の人が働けるって知ったらさ、男の人みんなこぞってヤクルトレディのバイトやるけんな。やるわけねえやろ。その男の人も憧れのバイトちゃうから。ちゃんとさ、働きたい女の人怒ってさ、ヤクルト投げ合ってヤクルト戦争なるけんな。そんな起きるわけねえやろ。ヤクルトレディの人もそんなヤクルト粗末にせんから。いや、そもそもな、俺ヤクルトレディのバイトやってない。こんだけって働きたいってどういうことなんやな。言ってるわお前。決着超えてんのか本当に。会話なんやったらこれ薬やってます。全然おかしいぞちょっと。薬やってますな、こっちのセリフじゃんお前。やりたくないです本当にもう。俺もこんななヤクルトレディのバイトやってない、やってるとかやつ絶対にいるか。お帰れー、お帰ってヤクルトレディのバイトやっとけ皆さんそれではいくらヤクルトを飲んで腸内環境が整っても、お笑いの環境は整わなかったみたいですね。どうもありがとうございました。